こんばんは、ワイズです。ニーヤレプリカント実況プレイ始めていきたいと思います。前回街をぶっ壊してしまったのでバックれるとこだったよね。仮面の街というところに行くっていう話になっていました。合わせてカイネが仲間になったかと思うんだけど、カイネいなくない？どこ行った？あれ？普段はついてこないのかな、もしかして。とりあえずコウモリは倒しの、あ、やっぱり前回コウモリ倒した時羽とか取り忘れてたね。これ後で素材とかで何か必要になってくるかもしれないから、倒したら基本回収は忘れないようにしよう。ほい、あれ、もう一匹いなかった？見逃した？あ、いた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 。で、ここにはなんか矢印あるのは、あれは出口か。で、ここに立ち寄っても特に意味ないのかな、カイネのうち。なんかこれ大事そうにしてたじゃん、持ってかなくていいのかな。いいのか、いないしね、聞きようもないし。さあ行きましょう。いやでもなんか RPG っぽく仲間増えてくのいいね。どう向かうのだ。一旦村に戻って東門から出ればいいんだ。ほほ、乾燥しているだろうから。あ、いたいた。我にとってはいい気候だろうな。あ、髪だからね。髪であることに自覚はあるんだ。そう、前回カイネが仲間になったので仲間3人になりました。これ乗るとカイネは徒歩でついてくるの？これカメラ視点切っても、あ、ついてきてる。頑張れ、ついてこい。ザー、さあ来てるかな。あー、頑張ってついてきてる。申し訳ないから一緒に行くか。あれ、来てなくない？カイネさん怒りました？あの、ごめんなさい。あ、いたいたいた。カメラ外になったらなんかワープしたりしてたのかな。で、トカゲをちょっと捕まえてから行きたいと思うんだよ。あの、お酒の材料を手に入れればデボルポポルの歌を聴きたいっていうミッション、あれを達成することが多分できると思うので、これは銅の鉱石か。あ、いた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 、一匹。この裏ぐらいにもいたけど、それが今捕まえたやつか。でも、もう一匹ぐらい奥にいないかな。なんかカイネの魔法すごいね、魔法陣出て頑張ってもらってるうちに。こっちはトカゲを集めたいところだけど2匹目いないな。もうちょっとだけ探します。あー、いないかな。うん、トカゲ見当たらなそうなので、これ違うもんね。はい、じゃあ町に戻りましょう。これどうしようかな。さっきみたいにカイネワープ使えるなら気にしないでイノシシ乗っちゃった方がいい気もしないでもないね。おい。はい、何でしょう。お、どうしたの？私は村の外で待っている。え、なんで？あー、なんか自分が迷惑かけるかもみたいな。え、どうして？村の中の方が安全だよ。いや、一人の方が気が楽でいいからな。あー、その事情も特に言わないんだ。別の出口から出た時はそちらの方で合流しよう。都合のいいこと言うじゃん。ヨナにも会ってほしかったんだけどな。多分喜ぶと思うんだ。無理強いせずとも良いではないか。
人にはそれぞれいるべき場所というものがあるのだ。そうなの？それじゃあ仕方ないけど。じゃあまた後でな。なんか会いたくない人でもいんのかな。それかやっぱり魔物として恐れられることに警戒してる。だとしたら他の町行っても同じこと言うだろうから、ちょっとそこは様子見だね。で、トカゲの尻尾はまだ足りてないから普通に東側から町を出てしまっていいんじゃないかなと思っている。どうしようかな。ミッションこなしたりもしたいけど、まあこの動画では普通にストーリーこなしていこうか。またミッションを配信でやってもいいかもみたいなことを提案でいただいてたんだけど、確かにそれもありだなって思いつつ、まあ、どうするかまだ決めかねてるので、まあ、それに関してはまた後で考えとこうと思います。とりあえずはストーリー進める。で、その中で敵が強すぎてどうしようもなくなったら、その段階でちょっとね、サブストーリーやったりもしようか。なんか光ってる？薬草か。あ、いた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 。え、ちょっと待って、どうしよう。ここで揃っちゃったな。あ、カイネいつの間に来てたの。あ、砂漠行けるけど、これ揃っちゃったな。酒場持ってって歌聞く？ちょっと気になってたからそっち先にやらせてください。というわけで海岸の町に来たけれど、あれ、カイネやっぱり来てないね。あー、ここも来ないってことはやっぱり魔物だって言われるのが嫌なのかな。なんかそんな感じするね。じゃあ酒場に行きましょう。材料を集めてきました。それにしてもこの材料で作るお酒って、見た目に引けを取らず味もまたすごいんだ。これをストレートで飲むのはポポルさんぐらいさ。個人のためのお酒。お酒は完成次第村の方に届けさせるとポポルさんに伝えておいてもらえるかな。わかりました。トカゲの尻尾を入れた酒とはなかなか豪快なことだな。ああ見えてお酒を飲ませたらポポルさんより強い人はいないよ。へえ、そうなんだ。そうなのか。意外。以前酔って大暴れしてお店を壊したこともあるんだよ。あれはすごかったね。それは強いって言わないでしょ。デボルもそんなに凄まじいのか。ううん、デボルさんは逆に一滴もお酒飲めないんだよ。へえ、なんかちょっとでも飲むと楽しいにゃーみたいな可愛い言葉遣いになるんだよね。なんか若干意外だね。デボルが、うん、あのデボルさんがね。ちょっと見てみたい。恐ろしいな、酒というものは。ちょっと会話中断しないように入り口で立ち止まってたけど。じゃあ町に戻りましょう。さて町に戻ってきたけれど、今クエストの様子を見たらポポルさんに報告しようのままになってたから、酒場に行くんじゃなくてポポルに一回状況を伝えるのが先みたい。なので図書館行きます。ポポルさん、例のお酒が出来上がったんだって。あら嬉しい。じゃあデボルも呼んで酒場に行きましょうか。ほんと酒あればすぐに歌ってくれるんだ。おー、いいね、二人で。これ待ってれば普通に歌聞こえてくる。おー、二人で。あー、いいね、ハモリ。
マスター酒ください。私も若い頃はさ、若い頃話が始まっちゃった。何の歌かわからないけれど懐かしい気持ちになるんだよね。なんか雰囲気的にそんな感じだね。でこの人が依頼主だよね。なんだかずっと聞いていた不思議な音色だね。だろう、あの酒がないと歌えないってのも変わってるよな。俺で戻ったかな。なんかもったいないよね、歌やめてもいいですかって言われちゃうと。久々に歌えて楽しかったよ。また機会があれば歌いたいもんだね。いやよかった。ポポルは特に何も喋らず。ああ、そうなんだ。良いものが聞けた。うん、あの姉妹にあんな才能があるとはな。綺麗な歌だったね。そうだね、姉妹の歌をクリアしました。あれ、ちょっと待って、おっちゃん、報酬。酒場に来るなんて珍しいな。さては大人の味を覚えに来たか。いやいや違うくて、報酬。あれ、なんかもらってたんだっけ。それとも聞けることだけが報酬。クエストの終了したクエスト、特にもらってない気配だなこれは。そっか、まあ歌聞けたからいっか。じゃあ行きましょう。砂漠から仮面の町に向かう感じだったよね。ちょいちょいさ、白がページ開いて、なんだろう、開いたままついてくるのって、あの虫干しみたいなさ、髪乾かしてんのかな、カビちゃわないようにね。こんなに通気性いいところで管理されてる本ないだろうからね。おっと、トカゲは見逃さない。また何かの材料になるかもしんないしね。羊、ヤギか。よりょうか。ちょっと待って、本気すぎじゃない。そしてカイネ助けて。見てないで助けてもろて。さてこっちだったよね。うん、砂漠こっちだ。トカゲ、あれ消えた。あ、いたほい。おー、なんか砂漠感が出てきたね。その仮面の町ってどんなところ？よくわからない。とにかく変なところだ。お前も大概変なやつではないか、下着女。行くぞ。下着女。あー、そっか、ここはまだ地図ないんだ。いや、暴言下着女と紙媒体の居候ってすごいパーティーだよね。なんだろうこの建物。あ、これか。これ建物っていう。え、なんかここ入り口っぽくなってる。これ上でなんか、この施設は使えぬようだ。ほう、なんやかんやするとここがああだこうだするって感じだよね多分。
なんか怖いのがいるけど、これは魔物ではないのか。でもなんか若干襲われそうな感じ。狼かな。いやもう襲ってんじゃんこっちが。狼だ。狼。気をつけろ。ちょっと同士打ちあんまりしたくないけど、まあでも狙われてるなら、いやでも今は、いやもうちょっと噛みつき、痛い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 、さすがにそれはもう戦いだよ。いや同士打ちは避けようかなって思ってたのに、結構首直で神に来たからマジで取りに来てるよね。ん、何あれ、あ、魔物か、狼魔物。戻っていくみたいだ。どうもリーダーがおるらしい。え、これ勝っちゃいけなかった？狼。狼勝ったからストーリー変わったみたいなこともしかしたらありそうだよね。いやでも襲われたからな。でも襲ったのこっちか。下着女が、下着女って言い方あれか、下着レディがさ、襲ってたから、これ以上進めないよ。多分狼側も攻撃してきて、でワイズも仲間だろうってことで襲われたんだよね多分。砂嵐がすごくて進めない。ちょっと待って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 、違うじゃん。あそこはいけない。ちょっと待って、バッテンどこについてんだあれ。この上を奥に行ったんだよね、さっきの狼って、狼魔物って。ここの奥でいいのか。バッテンの方向はそんな感じになってるね。なんか建物っぽいとこがあって、門が閉ざされておるな。門番がホラーゲームの人なんだけど。やっぱり無理そうだよ。なんだ。おお、あれカイネガテ。あ、名前呼んだ、カイネって。我ら恩人だ。我らは日本語？知り合い？カイネ、知り合いなの？いや、違うんだ。いや、なんか知り合いだって言ってもらった方が安心できるんだが。違うのに開いたらなんか怖いじゃん。お、すごい立派な町。川みたいなとこあるけど、あれは砂が流れてんの？昔この近くで狼たちから子供を助けたことが。ほうほう。それ以来この町には入れる。あ、ならよかった。こんな私を受け入れてくれる。そんな奇妙な町だ。いやもうそれは知り合いって言っていいと思うけど。言葉は全くわからない。期待する。なあ、なるほどね。入れてくれるけど通じるかは別の問題と。で、君はやっぱり入らないの？王は奥の館にいるからな。あとは自分たちで行け。なるほど。ハイネは面倒だからここで待ってる。まったく役に立つのか立たないのかわからぬが、とりあえず町を巡ってみるか。そうだね。言い忘れたが、この国の言葉は特殊だ。せいぜい頑張れ。いや、なんかそう言われると日本語以外喋れない人としては。へえ、なんでウンター山荘来てると。なんでウンター山荘来てると。なんて言ってるんだろう。わからぬ。なんか日本語っぽい発音ではあるよね。エルアトト、いた、アルテルアチ、北座って警察来ていく。基本的にカタカナ読みみたいな。せっかく話してくれてるのに何もわからないなんて。言葉だし。気に病むことはない。意思疎通ができるのは言葉というより価値観が違うせいだ。なんか明るい感じで話してくれてるね、みんな。
あの奥にある巨大な建物が王の館である。ほう、扉がすごい縦長。ところでどうやって行けばいいんだろう。本の背表紙みたいだね。頑張ってルートを探すしかないようだな。え、迷路的な。いや、これかかるかな。ちょっとルートを探すって言った。もっと頑張ってよ。無理だな。これ降りて、あれは大層価値のある優秀な書物であるが辞書ではない。あ、船ある。あの船で行くんじゃない。あれでも止まってくんないで。あ、でも乗っていけば奥に行って。さっきから同じところをぐるぐる回ってる気がする。いや、移動してないっすよ、ごめんなさい。町の者の言葉が分かればすぐなのだがな。いや、あの船で正しそうだな。自力でルートを探っていくしかあるまい。じゃあ船乗ってみようか。アルテルは中来たぜ。うんうん、そうそうそう、船乗りたいって。なんて言ってるか分かんないけど。え、でも船来ないね。これ中入っちゃダメ。あ、そうなる。中中砂まみれだよ。え、ちょっと待って、どこに来た。体力も減っておる。次は気をつけよ。なんか知らないとこに。あ、ちょっと下流に来たのか。待って待って。あ、砂に流されて変な場所に行っちゃったんだ。じゃあ、あの船に乗るのも一苦労だな。あれ、いた。あ、いないね。ほい。あ、船来た。とりあえず回復をして、ちょっと飛び乗る準備しよう。いや、あの船で大体行けんじゃないかなって思ってたけど。あれ、でももう近いじゃん。いや、まあまあ乗ろう。怒る怒る怒る。話しかけられない。これ合ってるよね。ほい。オッケーオッケー。あ、来れた来れた。入れぬようだ。うん、せっかくたどり着いたのに。とりあえずこれでは拉致が開かぬ。戻ろう。せっかく来たのに。そしてこういう時はワープできんのかい。したらカイネが何か教えてくれたりするかな。あ、こけた。拾ってあげよう。拾ってで話しかければいいかな。声が出ぬか。そのおかげといってはなんだが、この娘なら身振りを通して我らと話せそうだぞ。なるほど。ありがとう。え、それ言語でわかるの。ありがとうっぽい動きとかじゃなくて、ありがとうの手をやってんの。どういたしまして。私フィア。ちょっとシロ本当に言葉わかんないんだよね。あなたたち困ってる。まあ困ってはいるけども。そうなんだ。ちょっとこの町に用があって来たんだけど。いや、もうなんか白がこれ言葉も通じなくて、分かることの方が不可解で気になってるんだが。いや、だからなんで言語として分かるんだよ。案内してくれるのか。でもうその前にこの町の説明をする必要がある。ずいぶん詳細にわかるな。僕たち王様に会いに来ただけなんだけど。ダメ、この町には掟があるから。掟。ついて来て
だそうだ。なるほど。最後にお辞儀。じゃあどうしよう。これ離れたら待っててくれる？待っててくれませんね。ああでもここで話しかければいいのかな。じゃあちょっと時間が時間なんで、一回セーブして今日はここで終わって、次回あの少女、少年、少女に話しかけるところからスタートしたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。